俺金銀出てきたらあの DS ぶち壊すわ。まあ結構いけそうな雰囲気で出る。なんで目の前の敵攻撃できないの。そういうことか。ああ、これそういうことなんや。はい、どうも、今日も地獄のシンバスターズやっていこうと思います。はい、でですね、今回ですね、はい、全てを奪うねいきたいと思います。そして次、次の回で、ドンドロを倒しで裏でこれをやっておき、最後の真打ち最後の敵、こいつを倒そうで、倒してごちゃごちゃごちゃ。どうせ全て奪うのもさ、あれでしょ、第2ゲートあるんでしょ。わかりますよ。でちょっと嫌なのが、なんかこいつ半分ぐらいダメージ与えた後回復しそうか、あの金銀出てきそう。俺金銀出てきたらあの DS ぶち壊すわ。それだけやっとく。もし途中で金銀出てきてHP 半分まで削って、あの、回復されたら、そういうパターンか。あ、そういうパターン。これ、どれぐらい強いのこれ。おー、やるやん。やるやん、こいつ。あー、こいつ強いやん。待って、これ何発 ?4 発です。きつ。きついけど、こいつ自身が、やばい。そして、俺には回復があるから。いや、マジ、影オロチ強いな。マジ影おるちせえわ。来いよ。来るだね、召喚者ね。はい。はい。まずは最初しっかりこいつを出していく。カイマを。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。これもうあの手形使ってやりたくねえ。もうあの、新バスターズ手形使ってやりたくねえ。いくら報酬が上手くなるとはいえ、嫌です。普通に。嫌です。オッケーオッケーオッケー。いや、これもうぶっ倒そう。もうゴリ押そう、ゴリ押そう。オッケー、ゴリ押す、ゴリ押しまーす。オッケー。あ、なんか、回復しますやん。ちょっと待って。回復、回復しますやん。オッケー。で、これで、回復。さっき回復しといて。オッケー。もうすべて埋まるとかね。何回倒したか。あ、深い漢方のためにこいつ、俺99体倒してるから、もうこんなん。全部倒しましょう、こいつ。楽々と倒しましょう。はい。なんかあんのかな、特殊技みたいな。さあ。怖いなぁ。端っこ。あ、でかすぎ、ワロタ。なんだなんだそれ。なんだそれ。X ボタンが使えなくなった?そういうことしてくる。なるほど。そういうことしてくるパターンね。はい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 。ボタン奪ってくるパターンや。これ A ボタンも取られたらもう何もできなくなるってことやんな。要するに。どれぐらいダメージかって今。HP バーが見えないよ、あなた。これ何?これ何やろ?この、俺巨大渦巻き込まれてあかんない気がする、絶対。お前マジでさ。お前ほんま。そんな X ボタンってそんなしょっちゅう取れるもんじゃないからさ。あの、そんなしょっちゅうやってこんといて。でも別に勝てなさそうではないな。今までの中でやったら、まあ結構いけそうな雰囲気で出る。今のところは。はい。はい。これ、まだ奪われんの、俺。まだ奪われんの、これ。すぐ奪ってくんねんけど。こいつ、はっはっは!おい!ふざけんなよ!んでここ行き止まりやねん。マップわからんて!俺、過去のケマモト村あんま行ったことないからマップわからんねんて。まあ別にあの、鬼みたいに解除せへんかったらさ、なんか大ダメージみたいなのはないからさ、別にええねんけどさ、そんな急がんでも。しかもあの、影おろちの必殺技じゃないわ、X ため攻撃は、回復するだけ、ま、待て。Y! あ、いいぞいいぞいいぞ。Y は、あ、あげるあげる。Y はあげるわ。Y あげる。これなんなんやろ?これめっちゃ怖い。Y はあげますわ。弱えな、やっぱ。すべて奪わないってやっぱ弱いねんな。どう頑張っても。こいつ弱いねん、やっぱ。なんでイカカモネがあんな強かったんやん、てか。ちゃうわ、俺イカカモネあれか。A ボタン使えへんくすんのは良くないやろ、お前。それは。イカカモネは俺あれで行ったからや。MVP で行ったからや、多分影おろちで行ったら余裕やったんやろな、全部。鬼食いも。鬼食い最後俺影おろちで行ったか。いやねん、食んじゃねえよ、このバカ。これ怖いねんなぁ。これ何か分からへんの、未だに。ただ取り付きな感じやろ、多分。ね、X ボタンね。
まあまあまあ、まだいいわ。まあダメージ入れることにしたんでしょう。ワンチャンさ、X ボタン、いや、こうなったら行こう。相手がため攻撃使ってきたら行くよ、もう。やべ、ちょっと待って。道がわからん。はい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 。OK? ワンパーン。ただ、影落ちちょっとダメージが足りひんからな。目ん玉を2発じゃね、もうさ、なんなんこいつ。いや、でも今いらんわ。体力そんなに、ピンチじゃないし。ふぅ !OK? はい。OK? まあまあ全然 OK。OK? 馬ダッチ馬ダッチっつるやん。馬ダッチっつへん、こいつ。こいつあれかな、馬子かな、もしかして。なんか、馬ダッチっつってん。すべて呼ばれ、先から。なあ、もう、エイム悪いのかな。なんで目の前の敵攻撃できないの、そういうことか。ああ、これそういうことなんや。身しか回復してないし、こいつ。これ怖いよな。これがマジで何かわからへんから怖いわ。でも遅いから、これ全部下がる。これ、馬ダッチっつってる。馬ぴょい馬ぴょい俺、馬ぴょいし、俺、馬ぴょいやったことないからあんま分からへんねんな。歌しか知らんわ。オッケーオッケー。これ、スタンスな。これ、スタンスするな。まあ、あー、それ、どうなんの?おー、えぐい。なかなかな大ダメージですわ、それ。まあまあ、Y ボタンはどうぞ上げます。Y ボタンとか上げますよ。いくらでも上げますよ。あ、危ない。なるほど。これでスタンさして、本来は、あ、来た。本来はこれでスタンさした後、闇のブラックホールみたいなの使って、みたいな。で、ボコボコにして、みたいな感じか。はい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 。あ、もう出てますやん。ふすまが。ちょろかったね、今回も。今回もちょろかった。はい。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。これなんぼや ?1000 とかかな、最高。マックス鬼玉パワー。さあ、でも1000も貯めれんのかなこれ。どうなの?いいの来いよ。アイテムが欲しいわ、マジで。妖怪より。もう妖怪ほぼほぼ揃ってるからさ、多分コムガチャで出てくるような妖怪はもうまず図鑑埋めれんような気すねんな。で、黒はあんま期待してないもん。この前なんか黒で、そう、なんか、黒やのになんか普通の妖怪出てくるから、よくわからへん。もうこの黒の基準がわからへん。これまあ鬼ガチャやから許せるけどさ、お前こんなんがお前、普通のガチャで出てきてみろよ。黒来た瞬間に。マジ価値あるからな、ほんまに。